国鉄間に30軽客車、国鉄間に30軽客車、国鉄間に30型客車は、運輸省鉄道総局及び日本国有鉄道、国鉄に車席を有した荷物車の位置形式である。太平洋戦争後のインフレーションの影響で、発行量、流通量が著しく増大した紙幣。 日本銀行券を日本銀行各支店に円滑かつ確実に輸送する目的で製造された。国鉄に車席を置くが、所有者は日本銀行で、権利関係は他の私有車両と同様である。申請当初より荷物列車や客車列車などに連結され、銀がニセコなどの急行列車に並結する運用もあった。1986年11月1日、 国鉄ダイヤ改正での荷物列車全廃以降は、コンテナ車等の即貨物列車に並結され、翌1987年4月の国鉄分割民営化では6両前車の車席を日本貨物鉄道 JR 貨物が継承した。JR 以降後も引き続き高速貨物列車に並結されて使用されたが、2003年の日銀券、鉄道輸送終了に伴い用途がなくなり、 2004年までに在籍6両全てが除籍された。輸送品目の性質上、本社の運用や存在は公開されることや、鉄道雑誌で取り扱われることはなく、国鉄在籍車両の一覧である、量数表にも掲載されなかった、口述も参照。なお、現金輸送中は、多くの場合、機関車の辞意に連結される運用であった。また、200時には、 荷物扉周囲を天幕で覆い、鉄道公安職員や警察官を配置するなど、万全の警備対策が取れていた。1948年に、マニ34型として製造された6両、マニ341から6マニ342001から2006マニ32001から2006と、これの老朽代替用に1978年から1979年に、 かけて製造された6両、間に30万2007から2012の2種が存在する。両者は、車内の構成や設備等はむね共通であるものの、外観的には全く異なる。いずれの車両とも、前くらいから順に、荷物室、警備員、イコール鉄道公安職員、鉄道警察隊員天井室、荷物室、車掌室が配置される。 中央に警備員天井室を設け、その前後に荷物室を配置する。この配置は一般の荷物車より、誤送便郵便車の室内配置に類似する。出入台、つも面間通路は、車掌室のある跡くらいのみに設けられる。前後の荷物室部分には窓がなく、このため前くらいのつ面は、後部標識等以外何も設置されない、得意な形態である。 車両中央の警備員天井室には各種監視設備、寝台設備、洗面所、便所を設けるほか、天井をする警備員の長時間勤務に対応し、小規模な台所と食事用テーブルを併設する。天井室の側窓には 18mm 厚の防弾ガラスを用い、重機などを使用した襲撃に備える。車内監視カメラの映像は、 本社のみならず編成中の他社車掌室からも確認が可能である。両側の荷物室は一般の荷物車と異なり、保安上の理由から荷物扉を含め窓を一切設けていない。同様の理由から車掌室と荷物室の間仕切りには通路がなく、相互の行き来はできない。床面は積載品目の関係上、一般の荷物車が用いる砂小りを配し、 平板とされた。東京では、小具客区や隅田川貨物駅、大阪では、宮原客車区に配置された。主に急行旅客列車に並結されたが、荷物列車や普通列車に並結されたこともあった。現金輸送時は日本銀行から警備の人員が乗り込んだが、担当者は2日前に、駅に行けとしか伝えられず、また乗車中は荷物室の鍵を持っていなかった時代もあった。 車両の定期検査は大宮工場が担当していた。荷物列車の全廃後も引き続き使用され、JR 貨物への継承後も高速貨物列車に並結されていたが、JR 貨物が国100系コンテナ貨車で蘇生した高速貨物列車が最高速度時速 110km であるのに対し、本形式の最高速度は時速 95km であることが制約となり、 1992年、平成4年から自動車での輸送への切り替えが始まり、2003年、平成15年の鉄道輸送終了により、都がなくなり、2004年、平成16年に、全車廃車され形式消滅した。本形式の存在は、申請当初から取得されていたわけではない。次の書籍及び開始には本形式が掲載されている。ところが、 グルーリボン賞のノミネート直後の1978年、昭和53年になると国鉄は、客車形式図、国鉄発行から本形式の掲載をしなくなった。1979年、昭和54年に刊行された、コロタン文庫51鉄道時刻表前百科、鉄道ともの会東京支部編。小学館では、郵政賞所有の郵便車が存在することに、関連して、 簡単に日本銀行所有の現金輸送者が存在する事実がある旨が紹介されるにとどまり、具体的な形式名や写真の記述はなかった。レールマガジン日本形式の模型制作記事を図面付きで掲載したところ、日本銀行の関係者に読者がおり、名取のり編集長が日本銀行から呼び出され事情聴取を受けたことがある。同社が毎年発行している。 JR 車両ハンドブックにも日本銀行の所有者であり JR の車両ではないとして掲載されなかった。トレインの編集長も国鉄関係者から本形式について掲載しないように要請されたという国鉄部内でも本形式の運行について知っている職員はごく少数であった。また鉄道ジャーナル1978年昭和53年8月号の 列車追跡で休に荷物列車が取り上げられ、取材時の編成に、マニ32001が組み込まれていたが、ごく簡単な記述があっただけであった。鉄道班1982年、昭和57年10月号の荷物列車の特集記事中の写真に本形式が映り込んでいた。ただし、当時現役で活躍していた荷物車全形式を紹介している。 記記事中にに本形式に関する記述は一切なかった。1990年代に全盛期だったパソコン通信ニフティサーブ内に開設されていた鉄道フォーラムにおいてもフォーラムマネージャーの伊藤博康が会員規約で本形式についての話題を禁じてた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。